カルタジローネは、イタリア共和国シチリア州カターニア県にある、人口約3万8千人の基礎自治体。陶器の生産地として、昔から知られており、マヨリカ焼きやテラコッタ陶器が有名である。カルタジローネ近郊の田園地帯、カターニア県南端のコムーネ。ジェラから北東へ 30km、エンナから南南東へ 42km、県とカターニアから、 西南西へ5 9トルの距離にある。LA さんとイブライ山の麓にあり、カターニアとジェイラを通過する、高速道417号線が交差する。標高6 0 8ル地点にある町は、LA さん未のつらなりの一部である三つの丘の上に広がる。天然の円形闘技場の形であり、ジェイラ湾に注ぐマローリオ川、カターニア平野へ向かって流れるカルタジローニェ川の谷の、 流域である。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の RG はラグーザー CL はカルタニセッタ県 AN はエンナ県所属を示す。サンタマリアデルモンテ教会起源前2000年頃の2カ所のネクロポリスや多くの考古学的な発掘で明らかなように戦史時代から人が定住していた。ローマ帝国以前はシクリ人が住んでいた。 カルタジローネの名が初めて記されたのは1143年にシチリアオール・チェーロ2世が記した公文書においてカラタジャーンとしてである。アラブ人はシチリアを占領後カルタジローネの地に城を築いた。彼らはカルタジローネの陶器製造に新たな技術を導入したとみられている。カルタジローネという名称はアラビア語のコルアット・アルギレンにちなんでいる。 シロア1030年に東ローマ帝国の将軍ゲオレディオスマニアセス指揮下のリグリア軍によって攻撃された。現在のカルタジローネで話される方言にはリグリア語の影響が残っている。また、リグリア人の集団はカステルディユーディカ包囲中のイスラム教徒と対峙するルッチェーロ2世の強力な支援を与えた。これによってカルタジローネはカステルディユーディカ ファタナシもレガルセミ、カンポペエトロの領域を所有することとなり、これらは、封建制度の町の富の根源となった。町は、オートビル町と法園シュタウフェン町時代に繁栄を、極め、陶器の製造で有名になった。1154年、ルッチェーロ2世の宮廷にいた、アラブ人旅行家イドリースイは、カルタジローネを、ヒスにあるゲヌーンと呼んだ。この名称はおそらく、 1040年頃にカルタジローネ近郊に現れたジェノバ人の入植地にちなんでいる。13世紀、カルタジローネは、いわゆるシチリアの万象における反安住家反乱に参加した。陶器の生産と結びついた工芸と貿易の発展により、裕福な商人階級が生まれ、イタリア各地から人々が定住した。14世紀には、 小さなユダヤ人コミュニティが存在した。現在もユダヤ通りの名が残る。ユダヤ人たちは工芸、特に織物業に従事していた。1492年、スペインがユダヤ人の追放令を出したために、スペイン統治下のシチリアにいたユダヤ人たちは島から出て行った。カルタジローネの町は文化的にも経済的にも打撃を受けた。 1671年の基金ではおよそ2000人の住民が上で死んだ。カルタジローネの町は1693年のシチリア地震でほぼ全壊し、その後多くの建築物は地震後にバロック様式で再建された。現在カルタジローネの市街はユネスコ世界遺産バルディノートの後期バロック様式の町々として登録されている。 第二次世界大戦中のカルタジローネは、連合国側の激しい爆撃に遭い、いくつかの有名な建物が失われている。1960年代から1970年代、不景気のためカルタジローネは、北部への大量人口流出に見舞われた。カルタジローネの陶器陶器の生産地として知られている。カルタジローネには、以下の分離集落がある。ありがとうございます。